大阪のセブンイレブンに行こう。いや今ね大阪に来てまして、はい、吉本のライブに呼ばれまして、うん、大阪に来てせっかくなんでなんか撮ろうということで、うん、セブンイレブンにね行こうということなんですけど、関西はいと、もっと関東のセブンが違いますよね、かなりあるって、はい、結構やっぱ慣れない土地なんで、はい、声はガチ小さめになってます。そうちょっとね怖い雰囲気もなくはないんで、なくはないんでちょっとあんまりがなる感じではできてないんですけど、はい、これ見てください。あ、いいね、セブンにぴったりのセブン。大阪のアメ村だの古着屋で働いてるファンの方がセブンイレブンのやつ入ってますって言って、前にあの、はいはい、大阪のライブ出た時にいただいたんですけど、おそらく許可取ってないどっかの、あ、許可取ってないんだ、おそらくこんな公式のがないんだろうなと思うんで、確かにセブンに売るはずだもんね、はい、セブンでどっかの東南アジアとかにある多分許可取ってない帽子の、はい、かぶりながらやります、はいはいはい。じゃあちょっと早速近くにあるんですよね、はい、セブンイレブンに行ってちょっと商品を関西にしかなさそうなものとかを、うんうん、はいはいはい、ちょっと買ってきて食べたいなと、うんうんうん、いいですね。では早速行きましょう。よいしょ。はい、ということで買ってきました、うん、さっき説明するのを忘れたんですけど、はい、実家がセブンイレブンでした。ああ、そうなんですね、はい、ちょっとやっぱりかなり雰囲気が怖くて、うん、あの、うん、各ベンチに、うん、なんか手作りの灰皿が置いてある。あ、そうだね、はい、あっちにも大阪ならではだね、人情と言う、もう言うべきか、確かに。あんま一応写しましょうか、見ない このね、うん、おーおー、すごいぞ、これはやばいぞ、手洗った方がいいぞ。そう、これが有志のペットボトルを切り取った灰皿が各ベンチに設置されているという、伊藤が今ちょっとこぼれちゃう、手を洗う水道ないの、まあ、お手拭きもらったからちょっとそういう感じ。それでまかないきれるか、この吸い殻の汚れ。公園からも、まあ、あの違いが結構にじみ出てる、関西の色がね、うん、確かに。でも相当でもいいことですから、ね、これって東京だったらポイ捨てされる人もいるから、どうなんだろうね、この条例的にさ、うん、ここで単純に吸っていいのかっていう問題がある気がするけど、あ、まあ、確かに確かに、まあまあいいのかな、うん、ということで、すいません、買ってきました。いいっすね。まずはこちら、はい、これ僕はね食べたことあるんですよ、はいはいはい、じゃん、おかか、うん、これ何が関西か分かります？あ、でもここを見てください、味付け海苔、そうなんですよ、関西のおにぎりだけ、はいはいはい、味付け海苔だから、え、これおかかだけと、いや全部、あ、全部、え、めっちゃある、あ、そうなんだ、はい、食べたことないでしょ。そうね、普通に梅干しとか、梅干しとかもたくさんだと思う、ツナマヨとか、それはちょっとすごいですね、味付け海苔のおにぎり、え、ちょっとじゃあ食べてみていいですか。ちょっとこれ食べてください。あ、伊藤も食べたことあるってこと、俺は食べたことあるの、ちょっとこれは、じゃあちょっといただきます。あ、やっぱ味付け海苔の手触りだね、ベタベタとしたあんま手触りからいかないけどね、食レポ、僕ちゃんと手洗ってるんで、味が付いてるから、ね、手洗ってるんで、すいません、そのシーンなかったですけど、はい、手洗ってるんで、いいよ、大丈夫だよ、いただきます。じゃあ、うん、どうですか。あ、うまいね。いや、俺も結構好きなの。確かにこれおかかって、あ、おかかっていうか米のおにぎりって結構具にたどり着くまでの白米と海苔だけの時間、一口目そう なることも多いです。届かなかったり、届かなかった時の退屈さがないというか、味付け海苔がある分、うん、味をより楽しめる感じがあるんで、そうやね、だし、そこまでさ、そうやねって言ったら、え、大阪仕様になった、いや、そうだねって言った、一応そうやねって聞こえた、いや、俺そうやねって言ってない、うん、強すぎないでしょ、あ、主張は確かに味付け海苔が味付け海苔ですっていう感じでもなく、うん、その画が強いわけでもないし、これね、結構僕いいなと思って、いいっすよ、これは分けづらいんで食べてみちゃう。そうです。僕もでも、せっかく関西に来て、なるべくその土地のコンビニ飯じゃないものも食べたいっていう、それで胃の容量をなるべく満たしたくないって気持ちがありつつ、残すのは確かに良くないですか、分けられないんで、はい、すいません。そうだよ、たこ焼きとか食べたいもん。うん。うん、でも、関西のもの買ってきてるんで、
ちょっとお楽しみに。なんかこれも関西でしか、まあ、これはちょっと味でもあるもんね。うん、ちょっと食べたこと見てほしい。東京で食べたことはないこれ。いや売ってない。これ本当に近畿地方だけです。うん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 、あのなんだ関西と北陸ととか、うん、なんか何個かの地方売ってるとかもあるけど、これはもう近畿だ。はい、味付け海苔がみんな好きじゃない人はどうしたらいいの？あ、普通のもね、何個かあったけど、うん、基本味付け海苔が多いなって、この普通の米に握るやつはっていう。大阪の人情の、うん、そのたくさん楽しんでほしいっていう気持ちがその味付け海苔にも表れてて、なんか1個食べた満足感が、僕個人的には東京で食べるよりも味付け海苔分強くなってる気がしますね。うまいっす。おにぎりうまいっす。はい、じゃじゃん、期間限定麺大盛り広島の味、広島お好み焼き肉玉そう。これ一見でも東京で見たことはないか。調べました。実際調べた。はい、近畿地方のみです。あ、うん、あ、そうかそうかそうか。はい、これどうぞ。待って、見たことないこれ。あ、ここについてるのは、はい、ソースマヨネーズ、うん、青のり。はいはいはい、青のりついてんのこれ初めて見たかもしれない。そのセブンの商品はあない。あでも伊藤が見たことないってことは相当見たことない。青のりこの頃初めて見た。あのペヤングのソースやそばぐらいでしかないかもしれない。かやくっていうんだね青のりは。そうだね、青のりだけっぽい。そば飯と迷ったんですよ。そば飯もあって、はい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 、こっちの方がなんか期間限定でうまそうだった、うん、いやすごくね、すごいいいことなんだけど、うん、量が多いね。何を食べたいこの後。かすうどんとか。あ、かすうどんぐらいいけるよ。かすうどんはいける。たこ焼きとかすうどんで攻めたい気持ちはあるんだけど、僕の昼食が大阪たまにしか来れない大阪の昼食がセブン、もちろん美味しいからいいことなんですけど、12時ぐらいに着いて今が2時40分ぐらい、うん、ら一番時間的なのは夜一番腹ペコで、ここでお腹いっぱいになっちゃうと夜食えないみたいな。そうそうそう、夜食えない。一番悪魔の時間帯にそっと通ってしまいましたね。見て、まあでも実際美味しそうですよこれ。見て、いやすごいね。ということで食べていきましょう、うん。あ、でも僕ももちろん暑いか。あ、でも伊藤がいいんじゃない。あ、僕さっきおにぎりを。なるほど。やべ、こう重いよやっぱり。あ、いや全量感はある。すごい。広島焼きだから。なんとお好みと麺だから。広島焼きって言った？大丈夫今。広島焼きって言ったけど。広島なんだっけ？広島の味、麺大盛り、広島お好み焼き。あ、そうか、広島風お好み焼き。広島風って。あ、これ広島の人が怒るやつだよね。なんか怒ると聞いてるよ。されてるやつだね。うん。怒ってる人は見たことないんだけど、うん、まだ下にめちゃめちゃ麺入ってる。あれはすごいね。うん、うん、うまいさ。めっちゃうまい。いや、ちょっといいですか。うん、これうまかった。どうよ、これうまいね。これうまいな。人形がなんかすごいね。このお好み焼き、うん、東京でなかなか食べれないよね。そっか、言ってもコンビニのとかでお好み焼きって、うま、結構ボリュームが小さくなりがちなところをかなりボリュームがたっぷりで、うん、これめっちゃうまいわ。広島のお好み焼きってさ、うん、1回ぐらいしかちゃんと食べたことないんだけどさ、うんうん、こんな下野菜とみたいな感じだっけ。そんな感じ。いや僕もでも初めて見ました。びっくりしましたけど、なかなか食べれないよね。そうですね、広島の上のちょっと卵焼き、卵とかお好み焼き部分、うん、そして中の麺、その下を支える肉と野菜っていう三重構造になってるんですよ。そうだね、野菜も多くて。そうね、でもこれもある種麺料理とも言えるぐらい
麺の量も広島のってそうだよね、ほぼ焼きそばみたいな、うん、いやでもめっちゃうまいわこれ。うんうんうん、このさ、うん、なんか治安の悪い雰囲気に合ってるんだ、外で焼きそばを食ってるんじゃなくて、まあまあ、ね、雰囲気に合ってる、うん、とうとう治安の悪いってはっきり言ってしまったけどそこはあんま言わない独特のみたいな感じじゃなかった。ポツポツとおじさんが離れて一人ずつ座って、うん、なんか全員目が死んでるみたいな怖い、うわやっぱそうだ、イカ天とかも入ってんだ。あなんか魚介っぽいの下にあるなと思ってたけど、うんうん、なんか形がわかんねえなと思って、イカ天だ。そうですね、俺も魚介ね、魚介っぽいのあるよね、魚介っぽいのを目視してでも自分の目を咲くかなと思ってたけど、イカ天だったんだね。イカ天なんだね。でも僕どうしたの、全部もうじゃあ食べてください。で嬉しいよ、ありがたいよ、もう美味しいし。ただ僕のレッドラインが刻一刻と、うん、あ、いや、すごい堪能できたね。デザートも一個だから。うまかった。デザートあった。もう結構来てるな。じゃじゃん。これは何ですか。白バラ牛乳を使ったミルクホイップ&粒あん。これ見たことない。これは多分、はい、この白バラ牛乳っていうのと、うん、このあんことホイップみたいなのがやっぱ関西方面の文化なのかな、はい、ああなるほど、なんとなく名古屋とかね、あー小倉トーストとか、うんうんうん、白バラ牛乳はなんか白バラ牛乳はそう鳥取のやつらしくて、はい、これも近畿地方だけです。いいね、はい、あでもじゃあ1個ずつ絶対これサンドイッチパック1パックで400カロリー、うん、ここ200は、でもぎっしり入ってますね、これ重たいね、すごいっすよ、すいません、いただきます、すいません、うん、うん、うまっ、うまいなこれ、やばい、うまっ、ホイップの量すごいね、量すごい、し濃厚すぎ、ホイップが、あ、牛乳の味がすっごいする、うんうん、シルバラ牛乳ここにありっていう感じがしますね。ペロリ食べちゃったよ。今日の僕の一日の食事が終了した感じがもうここでもう明らかにもう腹8分目とかでもないもう完全になる満腹、うん、でも大満足であった。いや美味しかった。でもライブまでちょっと時間あるからなんとか、まあ、この後食べるのはあんまもう美味しくなくなってくるから無理やりフードファイトみたいなスポーツになってくるから食事カスうどんとかたこ焼きは結構詰め込める。いやでもよく言うともう全部炭水化物の嵐だった気がする炭水化物3連チャンみたいないやでもめっちゃ美味しかったよ、うん、いや別に実際、ね、でこれセブンので大阪の一日食事が終わったとしても満足なぐらい美味しくあった、うんうん、皆さんもね、うん、ぜひ、うん、全国のいろんなコンビニに行ってください、うん、あの色が出てるんで、はい、あそれいいね、土地の色が出てるんで僕旅行したら絶対セブン寄るんですけど、うん、いや確かにぐるっと回るだけで楽しい、本当に楽しい、うわこんな商品があんだ、はいはいはい、何このパンみたいな。これシリーズ化していけるかもね。あ、地方行った。地方行った際にね。確かに、どっか行ったら撮りましょう。いいですね。はい。ということで、皆さんも、様々な土地で。あ、でも、食べましょうみたいな。稼げみたいなのもないもん。ないよ。うん、あ、OK。稼げって言いそうな。言わない。皆さんも、うん、様々な土地のセブンイレブンを楽しんでください。